はい、おはようございます。栃木の竹志農場です。以前ね、ネットオークションで購入しました菊水のね、低電圧電源、これからね部品が揃いましたんで、ちょっと充電の実験をしたいと思います。で、その前にね、まずね、低電圧電源として本当に働くかどうかの、試験をね、テストをしたいと思います。で、今ね、ここにテスターを持ってきてつないだんですけど、まだね、電源入ってないんで 0V です。はい、で、これから電源を入れたいと思います。あれ、ん、電源がコンセント入って ないですね。すいません、失礼しました。一回止めます。はい、大変失礼しました。大元がつながってなかったっていういつものパターンです。はい、じゃあ、今ね、電源を入れます。よっこいしょ。はい、で、こちらがね、電圧になって、こっちが電流になってます。で、電圧を徐々に上げていきます。今 10V ぐらいかな。100V、200V なんで、9.4V だから、そうですね、大体やってますね。はい、はい、20V。 はい、大体ね、20V。 大体合ってますね。はい、ということで、低電圧電源としては、まあ、動くということが、はい、今 20.0 ですね。はい、で、こちらのアナログメーターの方も大体20なんでね。はい、低電圧電源として動くということが確認できましたので、一旦電源切ります。はい、一応ね、低電圧電源として動くようになりましたので、つなぎ直しましてね、今上に見えている、ちょっと見えている、これがね、はい、これが、マキタのバッテリーです。で、これ通常の充電器では充電できないので、以前ね、買いましたこの電源取り出しのアダプターですね、それをつないで今強制的にね、充電してます。で、通常のね、普通の互換の充電器ですと 3.5A ぐらい流すんですが、今こちら 2A で充電してます。で、若干やっぱり温まってきましたね。で、こっちの面とこっちの面、どっちがあったかいっていうと、この辺があったかいです。こちらの側面があったかいですね。これいつ火吹いてもおかしくない状態なので、まあ、温度だけはね、ちょっとこまめに調整というかね、確認してみたいと思います。で、だいたい今電圧どのくらいだろうね、21V ぐらいかな、21V で約 2A 電流流してます。まあ、こんな感じでね、今ちょっとやってます。うん、こちらの面がちょっと暖かくなってきてますね。まあ、そういうことになりますか。今大体11時です。11時から、ちょっと充電始めました。で、これ、納屋の下屋でやってますんでね、まあ、万が一火吹いちゃっても、まあ、類焼しないんで、まあ、これでね、時々見ながら、充電のテストをやってみたいと思います。動画の方は一回止めます。はい、マキタバッテリーのね、強制充電なんですが、
1時間で止まっちゃいましたで、まあいろいろ悩んだんですけども、うん、結局どこも異常ありません。で、何が原因だったかっていうと、仮配線に使ったこのミノムシクリップです。中華製のミノムシクリップで、ここにね、まあちょっと見えにくいんですけど、これが被覆でね、この上にこう電線、線の部分が出てます。で、この線の部分が普通はこのミノムシクリップの本体にハンダ付けしてあって、この元の部分でね、かしめるんですが、このミノムシクリップのやり方はこの配線を折り曲げて折り返して、ここのね、ミノムシクリップの元の部分で、かしめて、金属と接触させるとそういうね、前代未聞の笑っちゃうような作り方してありました。で、ここでね、しっかりかしめてあるんで、まあ、抜けはしないんですけども、もうほとんど電気的にはつながってない状態で、途中でもう導通がなくなっちゃってね、止まっちゃいました。いやー、参りましたね。30分な悩みましたよ。で、いろいろやってみてね、どこも異常ないんだよね。うん。ほんで、これ見てみた、テスターでね、このミノムシクリップの導通を見たら、うん、導通してないと。いや、参りましたね。日本製だったらありえないよね。まずはハンダ付けしてかしめて、このキャップを戻すというやり方なんですが、中華製の場合はハンダ付けと かしめで持って、かしめだけで、配線を持たせると、そういう作り方してました。しかもね、中の配線の量が驚くほど少ないです。うん。まあ、小さな信号を流すんだったらね、交流信号を流すんだったらね、特に問題ないんですが、今回のようにね、ある程度電流を2アンペア、3アンペア流すと、もしかすると熱持つんじゃないかなと。まあ、配線自体がね、大した量じゃないんで、まあ、これがすぐにね、火災に結びつくっていうことじゃないんでしょうが、ある程度電流流すときは、もうこのちょっとミノムシクリップ怖くて使えないですね。ということで、今回ね、ちょっと強制充電の試験途中で終わっちゃったんですが、まあやり方で、大丈夫そうです。ただ高砂の方のね、低電圧電源の使用で、外部から電圧が加わると、保護回路が働いちゃうよっていう風な、取り扱いの説明書に書いてありましたので、低電圧電源のね、端子にね、充電側の電圧、要するにバッテリーの電圧がかからないようにダイオードでね、電流を一方方向にのみ流れるようにして充電すれば、まあ安全に充電できるというのが分かりましたんでね、これからまた続けてやっていきたいと思います。で、このね、ミノムシクリップはもう全部ね、かしめを外してもう一度ハンダ付けし直しを、まあこれからやっていきたいと思います。ということでね、強制充電成功はしたんですが、途中で配線の不具合で中断しちゃいましたという動画になってしまいました。最後までお付き合いありがとうございました。